いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2017年式、メルセデス・ベンツ S560 フォーマチックロングを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、フロントガラスに飛び石、右フロントアルミホイル、左フロントと左リアのドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては約2万6000キロ走ってるお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーが採用されております。美しく迫力あふれるエクステリアデザイン、上品なインテリア、数多くの快適装備が魅力の S560 フォーマチックロングでございます。こちらのお車は2017年にマイナーチェンジが行われており、フロントデザインやインテリアデザインなどが変更されております。また人気パッケージオプションの AMG ラインやショーファーパッケージにより、スポーティーさや快適性が向上したお車でございます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは4リッター V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は469馬力でございます。また足元に関しましては純正19インチのアルミホイルが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、リア周りデザイン性に優れた1台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席側に若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールにより、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、360度カメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードも用意されたお車です。フロント両席に関しましてはシートヒーターベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能となっております。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく、良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても大人の方が足を伸ばせるスペースが確保された一台です。後部座席にもシートヒーター、ベンチレーター、パノラミックスライディングルーフに加え、ショーファーパッケージによりリアモニターやオットマン機能などが追加され、より快適性が増した1台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとはいたしません。今回は2017年式メルセデスベンツ S560 フォーマチックロングを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万6000キロと低走行、かつ内外装比較的良好なコンディションを保ったお車です。
S クラスらしい数多くの快適装備、専用装備に加え、走行性能も組み合わさった S560 フォーマチックロングでございます。こちらのお車に関しましては、469馬力を発揮するエンジンと急速のオートマチックシフトにより、ドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただける一台です。また純正のハードディスクナビゲーションや、前席にシートヒーター、ベンチレーター、パノラミックスライディングルーフなど数多くの快適装備が備わった一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。